1000人達成、感謝の気持ちと自己紹介です。皆様のおかげで先日ありがたいことに1000人達成することができました。登録者様が1000人になる瞬間を撮影したくてスマートフォンを準備しましたが、996人から撮影し始めてだいたい2時間かかりました。パソコンの YouTube スタジオの画面をスマートフォンで撮影しています。動画を見てくださったり温かいコメントをくださる皆様、そしていろいろと教えてくださる方にも本当に感謝しています。ここからは簡単な自己紹介です。身長は143センチ、7月2日生まれで、この動画が出る日に47歳です。北海道釧路市で両親と私の夫、猫2匹、金魚、鯉と暮らしています。愛車は鈴木ハスラー。私の趣味は山菜やキノコ採り、梅干しをつけたり、両親との家庭菜園や四つ葉のクローバー探しとしおりなどのハンドメイド作品作り、お菓子を作ること、そして下手ですが魚釣りなどです。チャンネル名の由来は我が家の猫の名前から取りました。チャンネルのアイコンは釧路市在住のイラストレーター日向瀬春さんがデザインプレゼントしてくださいました。日向瀬さんは主にアクアリウムなどの動画を出しています。この T シャツは越間千郎さんという方からプレゼントしていただきました。皆様これからも応援よろしくお願いいたします。見てくださってありがとうございました。